YouTube にログインした状態で、クリエイターツールを開きます。アナリティクスをクリックします。ユーザー層をクリックします。日本をクリックします。このチャンネルでは男性 80% の比率です。比較的年齢層が高いことがわかります。女性の年齢層を見てみましょう。男性よりも視聴者の年齢が低いことがわかります。端末をクリックします。パソコンと携帯の比率がわかります。携帯電話をクリックします。携帯電話のうち iOS、iPhone が6割以上ということがわかります。すべての OS での利用率がわかります。解析期間を長くしてみましょう。長期的なトレンドも把握できます。利用者層や端末の比率は各コンテンツによっても違っています。自分の動画をアナリティクスで解析してみましょう。